朝とつもる千代は八重山軍統政府及び琉球政府の政治家。衆議院議員。沖縄県島尻理郡座間見村生まれ。昭和3年に日本大学法学部を卒業し、3年後に台湾へ渡る。台南で弁護士を務める。昭和10年には台南市会議員に当選した。沖縄戦後に引き上げて、1950年には、 八重山軍統知事に選出。1952年に八重山軍統政府は廃止され、琉球政府が成立。第1回立法院議員総選挙に沖縄社会大衆党公認で出馬し、当選、以後6期務める。この間1958年には、社体党委員長に選出され、沖縄復帰運動に尽力する。 国政選挙への初出馬は1965年の参院選。無所属で全国区に出馬し沖縄復帰を訴えたが、得票は69,251票に止まり、落選した。その後、1970年の国政参加選挙に社体投稿人で出馬し、衆議院議員に当選する。2期途中で民社党へ移籍し、1976年の 沖縄県知事選に自由民主党、民社党推薦で出馬。革新系が推し、しかも同じ社体党で自らが委員長の時代に、初期長だった平良一と戦うが敗れた。長男の朝と正義は、沖縄県議会議員、民社党沖縄県連委員長を歴任したほか、社会福祉事業にも携わっている。また、2013年の第23回参議院選挙には、 沖縄県選挙区から、孫の朝と正明が自由民主党公認で出馬したが、現職の糸数稽子に敵敗している。ありがとうございます。